J2 リーグはまた新たな連戦のスタートです。このところ4戦負けなし上り調子のヴェルディがここ2試合勝利から遠ざかっている岡山を迎えての一戦、まもなくキックオフです。2020明治安田生命 J2 リーグ第25節東京ヴェルディ対ファジアーノ岡山の一戦お届けいたします。台風14号は本州の首都圏からはそれていきました。気温は22度、湿度 67%、 上空雲が覆っているという気象コンディションです。ゲームの解説はおなじみの戸川健太さんでお楽しみいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今節からはアウェー側のサポーターも入場することができる。嬉しいですね。本当ですね。選手からしたらモチベーション上がりますよね。はい。それから週の頭はちょっと心配された天気なんですけども、台風がそれたのは良かったですね。いや本当良かったですね。今日はまあ雨も降らないですしね、はい。まあ、気温の方も落ち着いております。前節が終わっての順位表を確認しておきます。徳島それから福岡が自動昇格圏内の上位2位、ヴェルディはトップハーフをキープいたしまして、ここからさらに上を見ていきたいというこの5連戦です。一方ボトムハーフに目をしますと岡山は現在このポジションです。ちょっと点を取るのに苦労しているという状況ですが、まあ過密日程で戸川さん 2,3 試合で順位はガラッと入れ替わりますからね。そうですね。両チーム連勝したいですよね。そうですね。さて4戦負けなしのヴェルディですけれども、調子は上向きと見てよろしいでしょうか。そうですね、まあ、特に守備のところですよね。4試合でわずか1失点ですし、はい、まあ、前節はセットプレーから2つと、まあ、カウンターというか相手の背後を生かして、ゴールも取れましたしね、はい、あの攻撃のバリエーションも増えてますよね、まあ、前節の大宮戦でもこのホームでしっかりと3対1で勝ちました。また多くのサポーターとまたこの昇格に向けてというこの戦いになりますけれども、まあ、若い力も、まあ、このチームの中でしっかりと機能しております。その中にベテランも融合しているというこのヴェルディですが、一方の岡山ここ2試合勝利から遠ざかってちょっときっかけ欲しいですね。そうですね。特に攻撃のところで少し重心が重たいので、まあ、そのあたり改良したいですね。はい。さあそれではまた新たな5連戦のスタートになります。今節の両チームのメンバーご覧いただきます。まずはホームの東京ヴェルディです。ゴールキーパーマテウス、最終ライン今日は若狭、高橋、平、福村のバック4です。佐藤雄平、藤田、そして井出の中盤、大久保を配して前線に山下と井上というメンバーです。前節の大宮戦からは近藤、クレビーノに代わって若狭、福村両サイドバックが今日はスタメンに入りました。一方の岡山です。ゴールキーパーフルス対戦、ポープウィリアム、ムクハラ、浜田、田中、徳本の最終ラインです。白井、パウリーニョ、上田、上城の中盤、そして赤嶺と山本博樹の2トップです。ゴールレスドローの前節水戸戦からは関戸、斉藤に代わって山本博樹、上田がスタメンに入りました。有馬健二監督が指揮を取ります。両チームの注目プレイヤー、まずはヴェルディですけれども山下をピックアップしました。そうですね。山下選手、前節大宮戦も背後への抜け出したからゴール決めましたしね、はい、9月の岡山との前回対戦でも裏に抜けてゴール決めましたから、まあ、今日も彼のスピードを生かした背後に飛び出し注目ですね、はい。ではヴェルディの永井監督のインタビューです。ここ4試合で負けなしという成績ですけれども、監督としてはどのあたりに手応えを感じていらっしゃいますか。いやもうね、純粋にもう選手たちの頑張りと成長と、まあ、チーム力の、ね、向上だと思います。ここ4試合で失点が1と守備も安定してますね。そうですね。もう守備陣だけではなくて全員がね、意識高くやってくれてる成果だと思います。前回岡山との対戦では勝利されてますけれども、今回に向けては選手にはどのようなお話をされたんでしょうか。いやもう自分たちのサッカーをきちんとやると、そしてまあプラン通りにきちんと相手を見ながらやるということは伝えてあります。ホームで連勝するために選手にはどのようなプレー期待されますか。いやもうね、サポーターの皆さんに喜んでくれるいいサッカーをして、そして勝つということ、また選手たちと本気をやりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ホームでの連勝を伺う永井監督です。一方の岡山の方は上城を注目いたしました。そうですね。上城選手はスピードとパワーを生かしたドリブルからのシュートっていうのが魅力ですよね、はい。まあ、ここの7試合ゴールないんですけど、チームとしていい状況で彼にボールを渡せるかっていうのが大きなポイントですね、はい。では一方の岡山有馬監督の試合前のインタビューです。
久しぶりに1週間準備期間がありましたが、今週重点的に落とし込んできたことっていうのはどんなことでしょうか。そうですね、まあ、もちろん今まで積み上げてきたことの確認と、まあ、さらにこうボックス内に、まあ、点を取るためにボックス内にどう入っていくか、どういうタイミングで入っていくかっていう確認を、はい、しました。今日の相手東京ヴェルディとは1ヶ月前に対戦されていますが、前回を踏まえて今日の勝負のポイントはどのあたりになるとお考えですか。そうですね、まあ、あのショートパスをつないでくるチームのヴェルディさんに対して、まあ、しっかりと規制をかけることと、まあ、そうは言っても長いボール最後背後を取りにくるパスに対して、ね、まあ、しっかりこちらが準備するってことは大事かなと思ってます。まあ、切り替えのところは大事です。3試合ぶりの勝利に向けて選手にはどのようなプレー期待されますか。いや、もう全力でね、まずはゴールに向かっていく、そういう姿とそういうプレーが大事だと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、今シーズンはインタビューの中にもあった通り、久々の中1週間ということ、まあ、コロナ禍での大きな中断期間がありましたので、戸川さん、ちょっと例年にはない過密日程が続いております。前の5連戦が終わって今日から新たなまた5連戦がスタートするわけですけれども、この1週間というのは選手たちにとってはある意味恵みの期間に感じるでしょうね。本当おっしゃる通りですね。まあ、精神的にもそうですしね、はい、肉体的にも本当に疲れあるでしょうからね。その休息と、あと監督の皆さんも本当落とし込み、はい、再度落とし込みというところは注視されたんじゃないですかね。まあ、指揮官これ束ねる側からしますと、この間でなかなか対策が立てられない、はい、リカバリー中止になってしまって、なかなかこうやりたいことを落とし込めない、うん、これっていうのは大きいですよね。非常に難しいですよね。まあ、永井監督のコメントにもありましたけど、はい、そういう意味ではチーム力というか、うん、選手個々の成長っていうのが重要になりますよね。はい。まあ、ヴェルディの佐藤雄平あたりも今節の岡山戦、その後の愛媛戦あたりを少し睨みながら、この1週間は調整することができたというコメントも聞かれました。有馬監督も、まあ、前回対戦ではこのヴェルディにホームで敗れていますけれども、しっかりとこの1週間対策をして臨むことができるという話もしております。まあ、戸川さんのもとにもひょっとすると、まあ、現役あるいはまあ、チームをこうまとめる側の立場からも、この日程はきついんだよねという声が届いているかもしれませんけれども。かなり届いてますけど、5連戦がここまでは3度ありまして、また新たな5連戦がここから3回続く、シーズンの最終盤にはまた3連戦が最後待っているという、今シーズンの過密日程となります。まあ、そんな中でホームのサポーターはもちろんですけれども、まあ、GoTo トラベルの推進もありまして、アウェーサイドのサポーターも今節からは足を運ぶことができることになりました。まあ、決して数は多くないですけれども、この味の素スタジアムにも岡山サポーターが今節は足を運んでおります。少しずつではありますけれども、戸川さん、またサッカ ーこれまでの形に一歩ずつですけれども近づいていっているということですね。そうですね、まあ、雰囲気は本当に良くなりますからね。これ選手にとっては全くやっぱりモチベーション違ってきますよね。いや、そうですね、一つ一つのプレーに対して反応いただけますからね、そのあたりモチベーションというのは高まりますよね。はい、飛沫防止のためにまだ残念ながら声援は送れませんけれども、その拍手だけでも選手たちには大きな力になるという形になります。両チームの過去の戦績、リーグ戦ではヴェルディの11勝、そして岡山の8勝、5つの引き分けです。中1ヶ月での両チームの再戦となります。9月の9日に両チームは岡山のホームで顔を合わせました。この時はアウェーのヴェルディが1対0で勝利を収めております。まあ、あの時もサイドバックの福村からの縦パスを 山下が裏に抜けて、見事なスピードでキーパーもかわしてゴールに流し込むという決勝点でした。まあ、旧注目の山下は、まあ、この辺りも非常に楽しみですね。いや、非常にこう、駆け引きもうまかったですからね。少し引くふりをして背後に出ていく、こういった駆け引きも上手な選手ですから。はい。さあ、そのヴェルディの今日のフォーメーション、ご覧の通りとなっております。そうですね、まあ、特に攻撃時っていうのは流動的にポジショニングを変えながら、はい、局面局面で数的優位を作って侵入していくと、まあ、この辺りがいいポイントですよね。はい。今日は藤田、ジョエル、チマをアンカーに佐藤、井出、そして大久保、山下、井上、まあ、この辺りがどう絡んでいくかという形になります。チームトップスコアラー小池はベンチスタートとなりました。ヴェルディです。一方の岡山のメンバーの前に、今日は主審は高山博義さん、アシスタントレフェリー五十嵐博之さんと大谷充さん、第4の審判員桜井大輔さんです。
高山さんは今シーズンは7試合目、通算では122試合目のレフェリングとなります。99年の11月に1級登録されました。46歳のベテランの主審です。一方の岡山442のご覧の予想の布陣となります。そうですね、まあ、パウリーニョ選手であったり上田選手のサイドチェンジなので左右に揺さびりながら、まあ、最後は両サイドバックのクロスからゴールを狙うと、そういった形が多いですよね。はい、まあ、今日は引き続き向原それから徳本の両サイドバックです。まあ、注目の上条は中盤の左サイド基本の立ち位置に、まあ、この人のミドルシュートのパンチ力なんていうのも相当なものですね。はい、就任2シーズン目の有馬健二監督です。まあ、やはり中1週間というのは非常に大きいということ、まあ、ベルディがやろうとすることというのもある程度予想はできているし、前節の水戸戦もとりわけ後半はやろうとすること、まあ、非常に相手をはめることもできたし、ある程度手応えはつかめているということもコメントをしています。まあ、今日もスタメンの中には4人の育成組織出身のタレントを揃えながら、まあ、その中にこういった大ベテランの大久保であったりと、非常に頼れるメンバーも揃っているヴェルディです。そしてこのヴェルディのことを知り尽くしている永井秀樹監督が昨シーズンの7月からトップチームの指揮を取っております。まあ、育成で手掛けたメンバーをこうトップに引き上げてなんていう、このあたりも姫田さんスムースにいってますしね。そうですね、まあ、藤田選手も早速中心メンバーになってますしね。はい、そしてこの日体大から加わった快速ルーキーの山下も存在感を発揮して、育成から期待の井上ももう思えば23歳、そして18歳の藤田、ジョエル、千葉が中盤でバランスを取ります。まあ、永井監督もこの4戦で流れの中からは失点をしていないと、前節の大宮戦のコーナーキックからの1失点のみ、非常にこのあたりは選手たちのことを評価していました。まあ、やりたいことが浸透してきて、まあ、上向き上司の指揮官というのは結構自分の手腕というよりは選手たちを結構称えるコメントというのを出すもんですもんね。そうですね、まあ、特に全員守備で、はい、しっかり奪い切ったところからショートカウンターというのもありますし、うん、あとは攻から守の切り替えというのが本当にヴェルディ早くなりましたよね。そうですね、まあ、前回の岡山戦もその全員攻撃全員守備が非常によくできたというふうに振り返っていました。ホームでの連勝、負けなしを5試合に伸ばすかヴェルディ。一方は3試合ぶりの白星を狙います岡山の対戦です。前半戦がスタートしました。左エンドホームのヴェルディです。右エンド白のユニフォームアウェーのファジアーノ岡山。最終ラインから長いボールを1本送り込んでいきました。育成からヴェルディで育ちましたフルス対戦キーパーのポープウィリアムです。まあ、ポープウィリアム、それからヴェルディのマテウスと両ゴールキーパーも非常にセーブ率リーグの中での有数、このゴールキーパー対決も一つ楽しみな両チームの顔合わせです。そうですね、あとはこのフィードですよね。両ゴールキーパーこのフィード力っていうのも一つの武器になってますからね。そうですね、もう完全にもうセンターバックもそれからゴールキーパーからのフィードっていうのも攻撃の第一歩ですね。はい、さあ左からのスローインです。岡山ボールを入れていく徳本、長めのスローイン赤峰落としましたが、ここはちょっと味方につながらず、もう一度取り返して一旦下げました白井です。右から中を伺う向原のアーリークロス、こぼれた。ここはセーフティーにゴールラインに切っていきました。いや、岡山いい形作りましたね。今向原選手からのクロスに対して、まあ、2トッププラス上条選手がしっかりとペナルティーエリア内に入ってきましたから、まあ、このあたりの人数を確保するっていうのは重要ですよね。はい、いいボールでしたね。そうですね、早めに入れていきました。中には山本博樹が待っていました。3試合ぶりのスタメンです。セットプレー高い精度を誇りますベテランの上田が右からコーナーキックを蹴ります。ほとんどのコーナーキックからの得点この人の左足から起点です。巻いてくるボールニアサイドフリックして、ニアリフリックしました浜田です。オープニングシュート岡山、2連勝から2試合勝利より遠ざかっている岡山です。新たな5連戦のスタートです。マテウスはペナルティエリアの中からつないでいきます。両センターバック高橋と平、縦へのフィード、ここは引っ掛けて岡山です。もう一度取り返しに行きました藤田、ジョエル、千葉。
まあ、岡山いい形であの前線からプレスかけて蹴らせましたね、はい。まあ、このあたり一つ今日の注目ポイントですかね、うん。まあ、基本的にヴェルディがボールを支配して、はい、あの岡山の方はいい奪い方からカウンター出ていく、まあ、そういった形狙ってるでしょうからね。そうですね。まずプレスのかけてくる位置、はい、このあたりっていうのは一つ注目ですよね。ここは井出が少しプレッシャーに行きます。後ろから田中のロングフィード、左のスペースにこのボールを送っていきました、うん。山本博樹が行きましたけれども、ここはしっかり蓋をして対応したヴェルディです。この高橋と前節セットプレーから2ゴールの平がこの試合はセンターバックでコンビを組みます。まあ、高橋が左にスライドして近藤がセンターバックなんていう、まあ、選手起用もあるんですけれども、今日は平と高橋の2センターバックです。右に若狭、左に福村のサイドバック。ここもじっくりとつないでいくのが今シーズンヴェルディのスタイル。ボールの保持率ポゼッションはリーグトップのヴェルディです。シンプルに赤嶺落として白井ミドル、ここは狙ってきました、うんうん。いや、いいんじゃないですかね。はっきりしますね、はい。あの岡山の方としては奪った後にどれだけいいカウンター打てるか、まあ、フィニッシュで終われるかというところは重要ですよね、はい。まあ、特に前回対戦では奪った後にカウンター出ていったところの逆カウンターのような形で失点してしまいましたからね、はい。佐藤、そして縦山下、このスピードです。逆サイドから井上、ボール前へ山下のクロス、井上の前、ここはヘディングでクリアです。まあ、早速来ましたね。早速来ましたね、はい。まあ、この山下選手、縦への、まあ、背後への飛び出しもありますし、ダイアゴナルにゴール方向へのランニングというのも得意ですからね。ここは右サイド、うん、佐藤悠平も絡みながら崩そうとしましたが、ここは取り返して上条です。ここは首を振りながら運びます。中山本ワンタッチ、センターバックを経由して田中から右です。ベテランの向原、縦に送って、うん、赤身に落とします。おっと、うん、ここは白井を走らせて裏を取りました。中には山本博樹、白井からのクロス、うん、山本へ、うん。シンプルですね。いや、いい攻撃でしたよね、まあ、白井選手が上田選手から背後に抜けて、はい。まあ、ここですよね、まあ、上田選手がこう赤嶺選手に入った後いいサポートしましたから ね、 そうですね、まあ、ここダイレクトで入れたのも面白かったですね、はい。まあ、ただ最後若狭選手がしっかりと絞っていたと、うん。まあ、いい攻撃でしたね。総得点20得点、まあ、リーグで残念ながら一番少ない岡山ではあるんですが、まあ、非常にこの1週間いい準備ができたのが伺えるような入りですね、はい。さあ、2本目のコーナーキック、もちろん上田が蹴ります。3試合ぶりのスタメンです。サイズのアリアス、浜田、そして田中もゴール前、今度は伸びてくるボール、ファーサイド折り返す、うん。ここもデザインされたプレー、ファーサイドから浜田が折り返すという、まあ、狙いの形でしたが、まあ、ここは笛が鳴りました。まあ、上田選手のキックの精度さすがですよね。そうですね、はい。キャプテンマークの高橋です。マテウスも甲府戦あたりでは再三のファインセーブが光りまして、非常に指揮官も信頼を寄せている右新加入のキーパーです。ブラジルでもアンダー、それからフル代表の招集歴もあります。27歳です。そのマテウスからのフィード、柔らかいボール、佐藤フリックして、うん、縦につけたボール、ちょっと後ろ向き、上条一旦下げます。田中がダイレクトで蹴り返したボール、前節2ゴールの平です。1週間前のこのホームでのゲームは大宮相手にセットプレーから平の2ゴール、それから山下の素晴らしい快速を生かした得点、3対1とヴェルディの完勝でした。まあ、平選手のヘディングは本当に高かったですし ね、まあ、佐藤選手のクロスっていうのも素晴らしかったですからね、はい。まあ、セットプレーで取れるとヴェルディは楽になりますよね。そうですね。上田も絡んでいきます。パウリーノもここはヘディングで競っていきますが、平がここはちょっとプレッシャー回避して浮き球のボール、うまいですね、はい。ここで井出が受けます。一旦下げて平、そして高橋の2センターバックです。降りてきた山下、佐藤が前にいますがサポート、その佐藤雄平です。右のサイドバック、今日は若狭、非常にボールがコントロールできるヴェルディのメンバーです。早速このポゼッションスタイルにホームのサポーターから拍手が送られます。井出、そして大久保、うん、
入れがもう一度取り返す。大久保預けて中、佐藤、佐藤打たずにここは山下へチャンス。山下もう一度戻して佐藤、佐藤のミドル、井上もゴール前に詰めていました。まあ、やっぱり佐藤山下あたりで少し、まあ、期待感膨らみますね。そうですね、まあ、あとはその前の大久保選手の、はい、まあ、収め方うまかったですしね、うん、今度は岡山の方ですけれども、前線機動力を生かして山本博樹がボールを収めに行きます。ここは危ないところ詰めに行きました藤田です。山本選手よく収めてファール受けましたね。はい、藤田も今シーズンはこれが25試合目、すなわち全試合ここまで出場です。完全に中盤の軸になりました。まあ、対人の能力も高いですし、ね、まあ、配球っていうところも非常にレベル上がってますよね。これ彼まだ18歳ですからね、はい、アーリークロス、うんうん、セカンドボール、その藤田がここは頭でつついて井上志音、ここはちょっと厳しく行きました向原です。まあ、先ほどのシーンなんですけどね、うん、あの岡山徳元選手のクロス素晴らしいので、やっぱりこう1人ではなくてもう少しこう人数かけてサイドハーフが入ってきたり、またはもうボランチから入ってくるとか、うん、まあ、このあたりの人数っていうのは増やしていきたいですよね、はい。まあ、パウリーニあたりのそのあたりのボックスとボックス飛び込みですとか、はい、ちょっとそのあたり厚みつけられれば面白いですね。そうですね、少しこう前線の選手が孤立しているシーンっていうのが多いですから、はい、まあ、このあたりの攻撃参加の人数っていうのは増やしていきたいですね、はい。今度はサイドに開いて佐藤です。一旦下げて、今右に大久保が流れているベルディです。この辺りは流動的、中に山下、そして左サイドに井上志音です。福村と井出の左サイド、下げて平、高橋詰めに行きます山本、うん、平からダイレクト、くさびのパス、セカンド拾って藤田、動き出している大久保ですが、ここは使わずに佐藤へ、右に張っている大久保、中には山下、飛ばして井上へ、そのさらに向こうから、ここは福村が追っていきます。残します、福村、サポート井出、ペナルティーラー、中には山下が待っています。井上一旦下げて藤田、佐藤雄平、井出、近い距離感でここはつなぎながらほころびを伺います。ベルディ、うん、若さ、サイドバックも時折こうして中に絞りながらつなぎに参加します、はい、井出が左のスペース顔を出しました。ここはつついた白井、もう一度その白井へ、うん、落ち着いて上田は下げます、落としてパウリーニョ、うん、もう一度後ろからやり直します。浜田とそして田中の2センターバック岡山です。まあ、この田中選手が復帰したというのも大きいですね、はい。まあ、ビルドアップのところで非常にいいボールを前につけられますからね、うん。まあ、イオンジェやそれから清水といったちょっと得点源のところで怪我人が出ていまして、岡山この辺りは大変痛いところではあるんですが、今度は左から徳本、うん、ここは後ろからやり直し浜田、そして田中です。赤峰も降りてきてくさびのパス受けたがっていますが、もう一度ここ慌てずに後ろから作り直します。立ち上がりの10分です。パウリーニョ、この人のミドルレンジのパスも精度があります。赤峰、実績があるベテランストライカーです。開始10分はどうでしょう、両チームある程度互角の入りと見てよろしいですか。そうですね、まあ、岡山が落ち着いて、うん、あの入ってますからね、はい。まあ、守備のところでは高い位置からしっかりプレッシャーかけて奪い切るシーンもありますし、奪った後も落ち着いて回せてますよね、はい。アウェーではここ2戦負けがない岡山です。いい展開ですね、うん。左今度は井上志音、大久保、井上残して若さ、サイドバックがボランチの位置でここはつなぎに参加します。佐藤雄平、まあ、この辺りが永井監督が、まあ、少し精度を高めているスタイルですね。そうですね、まあ、少しサイドバックが内側を、うん、まあ、ベルディの狙いとしてはその辺りのインサイドを取ったあの選手ですよね、はい。まあ、岡山の両サイドハーフが出てきた後ろ側で井出選手であったり佐藤選手が受けると、まあ、ここで起点を作るっていうのは一つ狙いですね、はい。さあ今度は徳本、ここは2人で見ます。ベルディ下げてパウリーニョ、縦パス、うっと
浮かせて、さあ今度は山下、これは目の前に広大なスペースがあります。さあ山下運ぶ、中には大久保、それから井出も入っている。山下、うんと、ここは田中の対応、セカンド拾って佐藤、もう一度山下、中2枚大久保へ、うん、最初の仕掛けではちょっとスピードを落としながら、ここはフェイントで抜き去ろうとしました山下です。まあ田中選手もいい対応でしたね。はい、落ち着いたベテラン田中の対応でした。さあ今度はベルディのコーナーキックです。右サイドから佐藤雄平、佐藤のコーナーキックから、まあ、前節は平の2ゴールが生まれました。まあ、この辺りは十分岡山も警戒していると思いますが、まあ、鍵を握るセットプレーになります。前半の13分です。まあ、1週間前のこともありますが、まあ、ホームのサポーターも当然期待感が高まります。右から佐藤雄平、アウトスイングのボールです。平はペナルティースポットややファーサイドより、中に入ってきました。高いボール、そのさらにお外、若さ落とします、うんうん、ここは藤田、山下がここはもう一度下げて井上志音、サイドを変えます。先ほどコーナーを蹴った佐藤、大久保飛ばしてサイドチェンジのボール、ここはフリーの声が飛んで、落ち着いてここは処理をします。上田、陣形を整え直します。岡山、まあ、岡山もここ2戦は1分け1敗、2試合ともにゴールレスとなっております。まあ、当然点も取りたいんですが、先に失点もしたくないという形ですが、この辺りのバランスもしっかり取りながらの前半の立ち上がり15分です。田中から今度は右、幅を取って向原、赤嶺が少し降りて起点にもなります。向原、前線には山本1枚、向原切り返して中を伺います。一旦下げて白井、パウリーヌも中で欲しがっていますが、田中からのクロス、山本落として赤嶺、うん、いや、うまいですね、はい、さあ今度は前を向いて井出です。井出から裏のスペースへ、ここも快速をいたしました。あっと、ペナルティーエリアのわずかに外です。まあ、いいボールを井出選手に出しましたしね、はい、そしてまたここ快速、山下遅れてますね、行きましたね、はいはい、田中は対応が遅れました。ペナルティーエリアのわずかに外でした。いや、山下選手早いですね。まあ、前回対戦はちょっと裏にスペースがある状態で、左サイドで福村からの縦パスを受けて抜け出していました。やっぱり今もここ山下のスピードが行きましたね、はい、エリアのわずかに外からのセットプレーのチャンス、ベルディです。ボールセット、佐藤、左足ですと福村です。マンツーマン、そしてゾーンで見ている岡山です。平には浜田がついています。佐藤の右足、入っていった平を狙いました。まあ、いいボールでしたしね、まあ、山本選手ですかね、よく下がってクリアしましたね、はい、その前で山本博樹が触りました。あれもともするとオンゴールで怖い対応ですけどね。こちらも精度の高いセットプレー、右足、佐藤雄平です。今度は右から福村が蹴ります。インスイングのボールです。ちょっと変化をつけてきます、ベルディです。ニアサイド、うん、流れてきたボール、井出、うん、さらに後ろから、うーっと山下打てない、流れた、浜田が蹴り上げましたが、その前にオフサイドがあったじゃないかとアピールしている岡山です。
まあ、確かにベルディのプレイヤーたちも反射的に少し動きましたけれども、先に触ったのは、まあ、岡山の浜田、これは一躍セーフティーにゴールラインに蹴り出しました。ベルディのオフサイドはなし、コーナーキックになります。右からのコーナーが続きます。まあ、この福村選手の加入というのも本当に大きいですよ。そうですね、はまりましたね、はい、京都や清水、岐阜、さらには鳥取を経て今シーズン加わりました福村です。もう一度組んだ、ニアへ、うん、もう一度セカンド福村、ダイレクトで中に預けて、井出の左足、今度は右足でのクロス、福村、大久保、ここで取り返しました岡山です。さあニアのスペースに走り、上城に対してはここは後ろに残っていました山下の対応です。まあ、山下選手守備でも献身的ですからね、よく戻りましたね、はい、ジュビロ磐田の育成から日体大を経て今シーズン加わったルーキーです。さあ右から今度は岡山、向原、切り返して中をかがう、ゴール前2枚戻して上田です。やり直します。田中、左には徳本がフリーで待っていますが、もう一度上田に預けます。上田縦、うん、浜田は一旦下げてエリアから出てきています。ポープウィリアム、まあ、メンバー紹介の時にはフルス対戦のポープウィリアムにはホームのベルディサポーターからも本当に大きな拍手が送られていました。幅を取って徳本、詰めに行く山下、うん、うん、ウィリアムからのいいボール、上城縦、もう一度上城拾います。この人はスピードもあります。上城後ろから藤田の対応、ノーファール。ここはこれもアドバンテージを取っています。ファールありません。いいね、流して福村、落ち着いてコントロールします井上志音です。まあ、先ほどは上城がいろんなことをやれそうなところで、まあ、藤田がまあ危険なところでフィジカルを生かしたディフェンスを見せました。まあ、素晴らしい対応でしたしね、若さ、大久保、藤田、はめに来る岡山ですがワンタッチでいなしながらベルディ、そして若さからサイドのボール、うん、対角線のボール、井上が走り込んでいました。コーナーキックに変わります。なんとかはめてカウンターに持ってきたい岡山とワンタッチでいなすベルディで、まあ、ここはスタイル出ましたね、はい、若狭選手がまあ内側のところからインナーラップのような形でボールがかかりましたしね、うん、まあ、見ているところもあの井上選手の飛び出しをしっかりと見て、技術的にも素晴らしいボールでしたね、はい、まあ、非常にあの辺りがスピーディーに流れるところがまたいいですね、はい、21分です。左からのコーナーキック、佐藤が蹴ります。ファーサイドに若さが待っています。ゴール前にはキーパーの前に大久保、少しファーサイド寄りに高橋とそして平がいます。高橋と平、若さはワンツーマンで見ている岡山。ニアへ、うん、セカンドボールは井出が拾います。佐藤、井出がクロスを入れてきた、うん、セットプレーの流れから高さのある3枚がゴール前に残っていましたベルディです。まあ、この赤嶺選手も、ね、よく触りましたね、ニアのところでね。まあ、先ほどは山本博樹、今度は赤嶺と、フォワードのプレイヤーも、まあ、こういった相手のサイドに対する対応、まあ、しっかりとケアをしています岡山です。今度は右から、途中からコーナーキックはインスイングのボールを使っているベルディです。右からは福村、コーナーが続きます。ニア、うん、ここは徹底してニアをついてきます。山下、体を入れて、うん、ここは上城には取らせません。
ワンタッチ目になったところ取り返しました。チャンス上城運びます。上城、上田で、上田、もう一度上城へボレーシュート、決定機でした。岡山、いやー今のはビッグチャンスでしたけどね、少し上田選手に出すのが早かったですかね。もう少し粘ってから、まあ、ここを上田選手がね、佐藤選手からいい奪い方してカウンター入りましたけどね、はい、まあ、少しボールも流れたのと、まあ、ちょっと難易度上がりましたかね。もう少し自分で仕掛けていった方が藤田選手からすると嫌でしたよね、はい、1回パスを出させた方がスピードもダウンしますし、まあそこでもう少し上城選手が運んでいった方が、まあ、藤田選手からしたら対応難しくなりましたね、はい。まあ、ただ狙い通りの形というかいい奪い方から、まあ、カウンターでやりきると、まあ、いい形でしたね、はい。今日注目の上城のビッグチャンスでしたがボレーシュートは枠をそれました。飲水タイム前のラストプレー、岡山が掴んだビッグチャンスでした。ここまでのポゼッションは実は岡山の方が上回っていて 51%、 シュート数でも1対3とアウェーの岡山が上回っています。ただパスの本数ではヴェルディ137本、まあ、パスの成功率の部分で、少し、まあ、この辺りは下がれているという形にもなりますが、ここまでは改めて振り返って戸川さんどうでしょうか、両チームは。まあ、岡山が非常に積極的に入ってきましたよね、まあ、守備のところでも高いところから積極的にプレッシャーをかけて全体で奪いに行くと、まあ、カウンターも一つ成立しましたし、はい、まあ、この辺りはうまく入りましたよね。まあ、この山下も何度か右からそれから左からチャンスメイクに絡むシーンもありました。ボールの支配率、今シーズンここまではポゼッション 59% 平均はリーグトップのヴェルディ 50% とリーグ10位の岡山ですが、ここまではほぼイーブンながら若干アウェーの岡山がボールの支配率では上回っています。ちょっと危ないシーンでした。飲水タイム前のプレーヴェルディですが、マテウスのゴールキック、まあ、ただここ4戦流れの中からは失点をしていないヴェルディです。大久保体を張って佐藤ダイレクトのサイドチェンジ、これ最近多い形です ね、まあ、右で作っている時に井上選手が幅を取っていて佐藤選手からまあ落としたボールダイレクトで逆と、井出、福村サポート、福村ダイレクトのクロス、うん、一山越えません。ここは流れたボール若さですが拾って佐藤へ、動き出す山下、左サイド中を見ていました佐藤です。ここは一旦やり直し、まあ、どちらも狙いとする形からある程度、まあ、攻撃の形も見せています。若さからの縦パス、山下ワンタッチ佐藤へ、もう一度リターンを受ける山下、まあ、田中選手いいカバーでしたね、うん、山下がまだ粘っていきます。タッチ割っていません佐藤、ヴェルディがもう一度回収して藤田、大久保がここでボールロスト、3試合ぶりにスタメン復帰の上田が少し中盤のこういった引いた位置でバランスを取ります。先ほどは徳本とのコンビネーションでいいカバーリングを見せました田中、まあ、山下のスピード対応っていうのはやっぱりああいった部分が基本になりましょうか。そうですね、まあ、1人だと狙っていました藤田、いい形で取り返して佐藤から大久保、さらに藤田チャンス、藤田追い返したと、もう一度大久保へのリターンを狙ったでしょうか。ただ高い位置で取り返してヴェルディ、井出、井上です、井上が持ち出して左足ミドルシュート、その一手前ですが藤田は自分から打つ選択肢もありましたね。ありましたね、まあ、ちょっと大久保選手見たのかもしれないですけどね、はい、合わなかったですね、これはその後の、まあ、井上のミドルシュートのシーン、
まあ、シュートも少なかったんでね、うん、いいトライでしたね、はい、まあ、ボールは、まあ、イメージよりは握れているベルディではあるんですけれども、まあ、それでも、まあ、飲水タイムまでは、まあ、前半の半ばまではシュート1本にとどまっているというこの前半です、まあ、ただ相変わらずの流動性は持ち味出てますね、はい、まあ、局面局面で本当に人数が多く関わりますからね、まあ、特に左サイドのこの井上選手であったり井出選手、福村選手が関わるコンビネーションっていうのは、はい、まあ、見てて面白いですよね、はい、まあ、さっき一旦さばきに参加した選手がもう裏のスペースに顔を出していたり、はい、あるいは逆サイドからゴール前に入っていたりと、まあ、このあたりは非常に見ていても楽しい今シーズンのベルディの攻撃スタイルです。ここですよね、サイドハーフが出た時のその後ろに、まあ、井出選手であったり佐藤選手が入るんですよね、うん、井出にボールが入って福村が内側から追い越していくシーンもありました。中に絞って若狭、そして佐藤、うん、山下です。あ、田中がよく見ています、うん、この辺りの読みはさすがですね。いい対応でしたね、まあ、田中も横浜 F マリノスから川崎、あるいはオーストラリアのリーグを経てセレッソなどと経験豊富です。単純にスピードでやられない術を読みと駆け引きを持っています、まあ、サイドバックもできる選手ですからね、うん、こういうところも高い位置から来ますね、ここなんですよね、はい、少し出た上条選手の裏っていうのに常に、うん、まあ、ベルディの選手そうですけど、まあ、相手がプレスをかけてきた相手を見ながら、はい、その裏のところのスペースっていうのは常に活用しますよね、で今中に福村左のサイドバックがちょっと立ち位置取っていましたが、今度は外から追い越していきます。井出が一旦中に流して若さ幅を取っている山下です。スペースに顔を出した佐藤ですが一旦やり直し、後ろから若さ、大久保ワンタッチ、藤田、テンポ上がってきましたね、うん、大久保がハブになって縦パス引き出します。井出倒れてノーホイッスル、赤峰、こっから早く攻めたいですよね、うん、まだ井出がピッチに腰を下ろして今ようやく立ち上がりましたが、シンガードをちょっと外していました。あ、スパイクが脱げていましたね、まあ、今くさびが入ったシーンで浜田選手にこう踏まれたような形になりましたかね、これはファールじゃないかというふうにアピールもしているんですが、まあ、ファールのホイッスルはなりませんでした。まあ、永井監督もさまざまなチームに出入りしながら基本的にはまあベルディの緑の血が流れているというような方でもありますが、まあらしい非常にこうハードワークと流動性とか調和した見ていて面白いチームを今シーズンここまで作ってますね、まあ、本当にここ4試合ぐらいの守備の安定っていうのも魅力的ですしね、はい、永井秀樹監督です。2017年からユースチームの指揮を取って、そして去年の7月からトップチームの指揮官に昇格しました。マテウスが久々にこの辺りは足元ボールをコントロールしながら幅を取った平、井上、福村、落ち際足元コントロール、井上志音、そしてサイドを変えます。ツータッチでこのサイド順次、佐藤、追い越す若さ、この若さを使います。クロス、ああ
井上からのサイドチェンジで一気に局面が打開されますね。そうですね、まあ、ただ逆を見るとですよ、今白井選手が非常にいいプレッシャーかけて長いボール蹴らせたので、はい、まあ、浜田選手、井出選手のところは確実に潰したいですよね。まあ、クロスに対する対応は非常に中で手堅いものを見せている岡山です。佐藤がここはスライディングで残します。高橋、井出と福村の左サイド、ちょっと降りて井上、高橋から若狭、ツートップはここはそこまで一気にはいきません。岡山です。赤嶺と山本、その間で受けて大久保です。もう一度拾って藤田、さあ藤田は井出が左で待っていましたが大久保へ、右には佐藤、藤田、井上、井出、サイドバックの福村が内側にいますが藤田、井上、ワンタッチツータッチのパスを重ねます。若狭、この人も中に絞って、やり直して高橋、大久保です。ベルディーボールです。さあ若狭から受けて佐藤、左足柔らかい、上条頭で山本裕樹、後ろから平のチェックです。まあ、山本選手本当いい反応してますね、はい、あそこで潰されないでしっかりファール獲得してくれてますからね、大きなプレーです。今日は山本博樹と赤嶺の2トップです。斉藤は今日はベンチスタート、ルーキーの野口もベンチに控えています。ヨンジェと清水は依然として怪我で戦列を離れています。ウィリアム長いボール、山下味方も3人ゴール前に入ってきていましたが、山下はやはりこの快速が魅力です。まあ、こうスピード乗るともう止められないですからね、フィニッシュちょっと浮いてしまいましたけど、まあ、らしくていいプレーだと思いますけどね、はい、私は勝手にアタランタオリンピックで日本が対戦したのはナイジェリアのババンギだあたりをちょっとなんかイメージしてしまうんですけれども、いや本当スピードもそうですし、まあ、タフネスですよね、はい、本当に何度もあの上下動できますから、まあ、荒削りなところはありますけど、それだけこう成長の幅っていうのも大きそうですよね、はい、あれだけスピードに乗れる加速力を見せつけられるだけでやっぱり期待感っていうのは上がりますもんね、はい、まあ、永井監督のもと非常に技術とか、まあ、判断のところの質っていうのも上がってるように見えますしね、やはりこの辺りのスピードっていうのはある部分天性のものでしょうか。そうですね、もうあのスピードを速めてあげることはあのどんな指導者もできませんから、まあ、技術とかそういうところはいくらでも後付けできますしね、はい、面白い。藤田追い越す井上、藤田です、まあ、浜田選手いい対応でしたね、はい、今も井上に井出、それから福村と、まあ、攻撃のサポートもありました。この福村が今日は左のサイドバック、いろんなところに顔を出してきます。
まあ、こういうセカンドボールのところの反応っていうのは今日岡山早いですね、スペースへ白井、ゴール前には赤嶺1枚、上条も入っています。さあ戻して上田縦、うん、いやでも白井選手のこういう飛び出しっていうのは新鮮でいいですけどね、はい、ちょっと前節の関戸選手であったり少しこう後ろに重たいというか、出し手になってしまうようなシーンというのは多かったですから、はい、まあ、今日の白井選手のようにこうどんどん背後を抜け出すことで、まあ、他のフォワードの選手がマークを緩めたり、うん、まあ、そういう効果もありますし、はい、相手からしたら捕まえづらくなりますよね、まあ、水戸時代からサイド、まあ、主に右サイドやあるいはボランチ、まあ、この辺りを、まあ、ハイレベルでこなすプレーヤーではありましたけれども、まあ、今日に関しては裏のスペースに顔を出したりあるいは攻撃に厚みを持たせるためのサポート、まあ、この辺りちょっと期待したいですね。そうですね、あとは守備のところでもしっかりスイッチ入れられる選手ですからね、まあ、あとは後ろが連動してしっかり奪うべきところでは回収すると、はい、まあ、そういったことができれば岡山もカウンターからチャンスが作れそうですけどね。ここも長いボールはほとんど蹴りません。ちょっと藤田とのパス交換、相手にゴールキックコーナーキックを渡してしまいました。まあ、ただ今のミスを誘発したのも上田選手のプレッシャーがあってこそですからね、ちょっとこういう後はヴェルディは注意したいですね、はい、裏を返すと岡山は、まあ、こういったところは生かしたいところ。コーナーキックは上田から、まあ、直接に間接に今シーズンは上田のコーナーキックから6ゴールが岡山は生まれています。リアルフリックしてガーセン、まあ、これ先ほどもあったシーンですね、はい、ニアに浜田選手が入ってきて少しコースを変えるような形でヘディングをすると、はい、まあ、藤田選手ついてるんですけどね、いいタイミングでマークを離して、うん、まあ、ちょっと厚く当たりすぎたので、まあ、ゴールからは上に行ってしまいましたけど、はい、まあ、狙っているポイントであったり上田選手のキックの精度っていうのはさすがですね、うん、やはりフィールドプレイヤーで一番身長の高いこの浜田をセットプレーでは使ってきます。ラインを上げろという声がしきりに飛びます岡山です。こういうところもしっかりとこう行って全体連動してますからね。ここも上田がはめに行きます、うん、さあここはいなして井出、さらに裏山下を走らせる、山下チャンス、山下流して佐藤だ、その前に戻ってきましたパウリーノのスライディング、いやパウリーノ選手もよく戻りましたけどね、まあ、ちょっと山下選手のパスが緩かったですかね、今のも、まあ、もちろん自ら勝負もいけますし、はい、より確実な佐藤へのラストパスを選択しました。まあ、奥保選手も来てましたし、まあ、パスの判断っていうのは良かったと思いますけどね、はい、そこの質ですよね、うん、パウリーノがここはよく戻りました。手元の時計では前半残り5分を切っています。浜田からのロングフィード、山本博樹前線で収めます。ムクアラが追い越していきますが白井に預けて、白井、赤嶺、そして中上条、パンチ力があります。ムクアラへのパスはちょっとつながりませんでした。まあ、今藤田選手が上条選手見てましたけど、やっぱり右足は相当ケアしてますよね。そうですね、まあ、今シーズンは目の覚めるようなミドルを右足から何本も送り出している上条です。ただその上条の4ゴールがチームトップというのはちょっと寂しい数字の岡山です。そうですね、うん、狭いところでキープして井出から藤田、マテウスにも詰めに行きます。ただ慌てずに佐藤、若さダイレクト、山下、佐藤からもう一度大久保が行きます。浜田の対応、若さセカンドボールも拾います。
ここは後ろから徳本のいいディフェンス、ノーファウルです。浜田、赤嶺が中間ポジションで一旦くさびを欲しがっていましたが一旦キーパー下げました。ポープウィリアム、ダイレクトで徳本、つながります。上条、上田、赤嶺、右には向原高い位置、左には山本が流れています。上田から中、白井、チャンス、前を向く、ブラッと上条から白井へとこういうラストパスでした。いや今上条選手いいところで受けましたし、上田選手もねよく見てたんですけどね、はい、まあ、今白井選手がこう背後に抜けた後ですよね、山本選手が空いたんですけどね、まあでもいい攻撃でしたね、はい。まあ、あとはこういったところですよね、岡山がこう高い位置からはめてきてますけど、はい、まあ、この辺りの攻守の、先ほど山下選手が背後抜けましたし、この攻防っていうのはちょっと楽しみですね。ちょっとこの残り5分、岡山が、はめに行くのにパワー使ってますね。そうですね、水戸戦も後半は本当にこの辺りが機能したんだというふうに有馬監督も振り返っていました。まあ、相当外されてしまうと、背後のスペースっていうのは大きく空いてますから、山下選手が使えるような、あのスペースありますからね、しっかり奪い切れるか、そこをヴェルディはかいくぐれるかっていうこの攻防ですよね。そういった緊張感も伴いながら、上田からのフィード、山本、競ってセカンドボール拾います。赤嶺ダイレクト、左にはたいて徳本からのクロス、ここは一旦スローダウン、山下中へ藤田、これは取り返しました徳本。いや今日は岡山の山本選手が本当によくボールを収めてくれてますね。そうですね、白井スペースへ向原から受けます。もう一度向原、山本が受けに来ますが預けて上田、パウリーニョ、セカンド拾います。上条、パウリーニョダイレクト、もう一度上条、今度は徳本、徳本仕掛ける、まだここはクロス上げず山下の対応です。下げて浜田、パウリーニョスイッチして上田、浜田、ここは相手陣内でつなぎます岡山。パウリーノからくさびが入りました。やっとここでボールロスト。さあここに顔を出しました佐藤。溜めてスイッチします。福村が顔を出して左から、さあ井上慎吾。井上入れてきた。いやいいボールでしたけどね、はい、ちょっとなんか間に合いませんでしたね。前半アディショナルタイム2分の表示です。残り5分から、戸川さん何か緊張感ありますね。そうですね、特に岡山が高い位置からいって、はい、奪えるのか奪えないのか、この辺りの攻防っていうのが行われてますからね、はい、ちょっと試合が動きそうな雰囲気ありますね。かなり相手陣内での高い位置からのプレッシャー厚みを残り5分かけてきました。ちょっとまだ前半は全体的にシュートが少ないフォームのヴェルディです。もう1本シュートまで持っていけるかという前半のアディショナルタイム。若さから大久保、大久保のシュートも前半はまだありません、佐藤が倒れてゴールまでの距離は少しありますが、ヴェルディのセットプレーのチャンスに変わります。ここ奪いかけたんですけどね、横大久保選手も粘ったところで、こぼれましたかね。上田も攻守に体を張っている前半です。当然集中を呼びかける声が、岡山の選手たちからは飛びます。ボールサイドには佐藤雄平と福村、いやどっちで来ますかね、これですね、はい、はい、
せてくるか。一度ちょっとフェイク入れてから福村の左足入れてきた。プッシュ、旗が上がっています。いいボールでしたね。いいボールでしたね。オフサイドフラッグが上がっています。そしてここで前半終了。長い笛、ゴールレスで折り返した前半ですが、最後は緊張感もあってお互いにビッグチャンスも迎えました。戸川さん、前半どう振り返りますか。そうですね、まあ、岡山が思った以上に積極的にまあ守備のところでかけてきて、まあ、いい奪い方からカウンターという形もありましたけど、はい、まあ、ベルディはあの来た相手の力を利用して、まあ、逆に背後を取れたりというシーンもありましたし、はい、まあ、両チームのいいところはあの出ましたかね。これ前半のラストプレー、いや高橋に合わせました。わずかにオフサイドだったんですね。ギリギリでしたかね。でしたね。福村選手のこの精度高いですよね。はい、まあ、互いにらしさが出た前半と見てもよろしいでしょうか。はい、うん、白星から2試合遠ざかっているアウェーの岡山ですが、しっかりいい準備期間をとって、中身のある前半プレーを披露いたしました。ご覧いただいております2020明治安田生命 J2 リーグ第25節東京ヴェルディ対ファジアーノ岡山の一戦、味の素スタジアムよりお送りしています。前半終了0対0で折り返します。ここで J リーグからのお知らせです。 J リーグ公式アプリクラブ J リーグでリモートチェックインができるようになりました。この後ご紹介します試合スタッツに表示される QR コードを読み取るか、プロモーションコードを入力するとメダルをゲットできます。メダルを集めると限定キャンペーンにもご参加いただけますので、クラブ J リーグをぜひダウンロードしてみてください。味の素スタジアムよりお届けしています東京ヴェルディ対ファジアーノ岡山の一戦、0対0でハーフタイムに入っています。解説は戸川健太さんです。前半のスタッツご覧の通りです。戸川さん、スタッツもご覧いただいてどうでしたか。そうですね、やっぱりヴェルディがなかなかこうシュートまではいけなかった印象ですかね、はい、うん、
まあ、最終的にはボール支配率ポゼッションでは若干ベルディが上回りこそしたんですが、シュート3本は少なかったですね。そうですね、まあ、岡山の守備っていうのが、まあ、うまくいってた、まあ、そんな前半だったんじゃないですかね。平均ポジションも見ていきます。ベルディの方はこういった形、前線の流動性がよく出ています。はい、まあ、特に両サイドバックがこう内側に絞りながら、まあ、その裏のスペースに、まあ、佐藤選手、井出選手与えて、まあ、そこで起点を作らせておいて、まあ、最後のところで、まあ、山下選手が背後に飛び出したり、はい、まあ、ありましたけどね、なかなか決定機っていうのは少なかったですね。明確なトップを置かずに両サイドバックも絡んでいくという形ではよく特徴が出ています。一方の岡山は平均ポジションこういった形になりました。どうですか。いや、白井選手が非常にこう良かったですね、あの背後への飛び出しも何本も見せてましたし、はい、守備のところでもしっかりスイッチになってあのファーストディフェンスとして機能してましたからね、まあ、あの非常に高いポジション取れてますね。はい、上中あたりも少し中に絞ってという形もありました。ボール支配率はベルディの 53%、 プレーエリアは若干岡山のサイドで少し比率が高くなっている。ただ押しなべてこの真ん中のゾーンで 50% という形。さらにはアタッキングサイドも見ていきます。ベルディの方は真ん中、それから両サイド、まあ、そこまで偏りなくという形です。一方の岡山の方を見ていますと、こちらは右サイドが少し優位なんですね。そうですね、やっぱりあの白井選手が、はい、まあ、効いていましたし、まあ、向原選手も攻撃参加からクロスというシーンもありましたし、ね、そうですね、まあ、右の方が機能してたかもしれないですね。はい、左サイドの上条も少し中に絞って絡んでいくというシーンも多くありました。シュート数で言いますと、岡山はセットプレーから浜田が2本、まあ、これが両チーム通じてトップなんですね。そうですね、まあ、シュート数少ないですよね、両チームね、はい、ベルディの方は佐藤、井上、山下が1本ずつとなっています。パスの本数で言いますと、まあ、佐藤、それから上田、まあ、やっぱりこの辺りになりますね。そうですね、まあ、ベルディはただ最終ラインの選手がもっとこう上にあのいつもは来るんですけどね、まあ、今日はその辺りで、まあ、岡山が高い位置からプレッシャーかけたことによって本数というのは上がらなかったですね、はい、まあ、その辺り岡山のディフェンスという部分が出ている形でしょうかね、この数字です、はい、あの非常にいい準備されたなというふうにはあの見えますね、はい、さあ、それではベルディ対岡山の一戦、前半をハイライトで振り返ります。1ヶ月ぶりの再戦となりました、まあ、前回はアウェーのベルディが 1-0 で勝利を収めています。23分のこのシーンです。この上田のボール出しからチャンスが生まれました。上条と上田のパス交換、最後は上条のボレーシュート。まあ、本当にいい奪い方からカウンター入ったんですけど、ちょっと上条選手がパスをあの決断するタイミング早かったですね、まあ、この上田選手 の、 あの飛び出すタイミングというかプレスかけるタイミングは素晴らしかったですね、はい、もう一つ運ばれた方が藤田選手は嫌でしたね。確かにちょっと早かったですかね。ちょっと早かったですね。お互いのパス交換も少しずつ流れました、はい、27分のベルディです。ここは井上志音のミドルシュート。まあ、その前には左サイドから藤田が入っていってというシーンがいいシーンがあった直後でもありました。まあ、シュートも少なかったということで、まあ、狙ったシュートでありましたしね、はい、まあ、そこまでこう力は伝わらなかったですけど、はい、35分です。山下がここから快速を生かしますあそこまで持っていきますからね。まあ、スピードに乗るともう止められないですね、うん、ただうまく田中もコースを限定してます ね、 そ、 すね、はいはい、そして前半のアディショナルタイムです。福村のいいボールから高橋、これはわずかにオフサイドでしたが決定機でした。まあ、福村選手のキックの質もそうですし、まあ、このオフサイドっていうのも相当ギリギリだったようには見えましたね、まあ、ちょっとだけ出てましたかね、はい、前半のラストプレーでベルディが迎えたビッグチャンスでした。さあ、両チームのプレイヤーのヒートマップなども見ておきたいと思います。注目プレイヤーの山下、それから上条です。
前半はこういった形になっておりますが、トマさんいかがですか、ご覧いただいて。まあ、山下選手はハイライトにも出てきたような運びのところもそうですし、はい、うん、あとはまあプレッシャーを自陣で受けた時のまあ空いたスペースに走り込んでチャンスも作りましたからね、はい、まあ、一定数機能はしてますけど、その回数っていうのはちょっと少なかった印象ですかね、うん、まあ、逆に上条選手はまあ今日白井選手であったり、まあパウリーニョ選手も少しこう高い位置でプレーしてくれたので、まあ受けるシーンというのは多かったですし、まあ上田選手から1個受けて、まあスルーパスミスしてしまいましたけど、いいポイントであの少しポジションを変えながら、まあ工夫というのは見られましたかね、はい。まあ、シュートは1本にとどまった上条ですけれども、まあスルーパスは4本試みたという前半でしたが、まあ後半もああいった形で絡んでくれば、この人のミドルシュートも相当脅威でもありますし、また後半も注目の山下上条の両タレントです。 J2 第25節ご覧いただいています。ヴェルディ対岡山の一戦は0対0で現在ハーフタイムです。この後後半戦をお楽しみいただきます。味の素スタジアムよりお届けしています J2 第25節東京ヴェルディ対ファジアーノ岡山の一戦、まもなく後半がスタートいたします。ハーフタイムの途中で少し雨も落ちてきました味の素スタジアムです。前半は0対0で折り返しました。後半も戸川健太さんの解説でご覧いただきます。戸川さん、後半もよろしくお願いします。お願いします。岡山の方はメンバー交代なし、一方のヴェルディの方は大久保に代わって後半の頭から花戸が投入されるという構えです。前半の大久保のプレーは戸川さんどうだったでしょうか。そうですね、まあ、ボールに関わる回数というのも少し少なかったですし、ね、まあ、あのらしくない奪われ方というのもありましたし、はい、まあ、そのあたりもあってということでしょうかね。まあ、チームとしてもやはり岡山の方が前半はうまくいった印象を持たれたでしょうから、あ、はい、まあ、何かしら手を打っておきたかったという、まあ、永井監督の考えでしょうね、はい。
まあ、ベテランの大久保を前半のみで下げまして、後半の頭から怪我より戻ってきました花とここで投入したというヴェルディ永井監督です。まあ、有馬監督が前回の対戦の時よりもやろうとしていることはチームとして手応えもつかめているし、まあ、ヴェルディのプレスをしっかり外しながら相手の一発狙ってくるスピードにもしっかり対応したいということも言っていましたが、まあ、このあたりを表現できた前半でしたね。そうですね、まあ、特に相手のヴェルディのゴールキックからのつなぎのところでしっかりプレッシャーをかけて蹴らせて回収することも成功してましたから、はい、後半戦がスタートしました。右エンドホームのヴェルディ、左から右に攻めていきますアウェーのファジアーノ岡山ボールのキックオフでスタートしています。岡山は変更なし、一方のヴェルディは大久保に代わって花戸が入っています。早速その花戸、ここはしっかりとキープをして井上につなぎました。サポートに福村、花戸がまた受けに行きます。2試合連続の途中出場です。前節の大宮戦は22分間のプレーでした。怪我でちょっと長期離脱がありまして13試合目の今シーズンの出場になります。後ろからここもつなぎます。平と福村、この辺りからしっかりとプレッシャーをかけていく前半からの岡山です。高橋からの縦パス、藤田、まあ、いいところで受けましたね花戸選手ね、うん、そして井出です。福村からのクロス、花戸の前でここは弾き返されましたがもう一度拾って井出、藤田です。近い距離感、サイドを変えて佐藤が待っています。佐藤の切るようなクロス、うん、逆サイドからの井上に合わせるイメージだったでしょうか。ちょっとここは思ったようなボール蹴れませんでした、まあ、ファーストトラップがちょっと浮いてしまいましたね、はい、花戸が最前線に座って少し精力的に後ろからのくさびのパスを引き出しています。この人です、まあ、大久保と違って明確にちょっと後半の立ち上がりはこの花戸がセンターフォワードのようなポジションに立ち位置を取っています。少し動いてきました。ハーフタイム明けのヴェルディ永井監督、ポープウィリアムのゴールキック、藤田が競ります。山本落として、うん、後半ですけども戸川さん、ポイントどんなところに置いていらっしゃいますか。まあ、やはり岡山が前半同様ですよね、はい、高い位置からプレッシャーかけて、まあ、ここで回収しきれてどれだけ多くのカウンターチャンス作れるかどうかっていうのはまず一つ大きなポイントですよね、はい、まあ、ヴェルディの方はなかなかかいくぐれませんでしたからね、強い赤嶺、預けて白井、パウリーニョ、前半は味方の決定機を救う、味方の決定的なピンチを救うスライディングもありました。ムクアラ、ムクアラのクロス、うん、藤田がここはクリア、ちょっと小さい、井上のヘディング、つなぎます若さ、うん、上田はセーフティーに下げました。さらに配送田中、ウィリアムが長いボールを蹴ります。パウリーニョヘディングで預けて赤嶺、上田ワンタッチ、さあ左から上城、徳本もサポート高い位置を取っています。上城中を見てグラウンダーのボール、パウリーノダイレクトで右に展開、ムクアラ中3枚厚みがあります。ムクアラのクロス、いいボール、ここは若さのクリア、うん、若さ後ろから抱えた赤嶺ではありましたが厚みありましたね。いや、いい攻撃でしたね。まあ、ムクアラ選手のクロスの精度ですよね。まあ、本当にいいボールいったんですけど若さ選手がよく赤嶺選手に対応しましたね。はい、強さがあります赤嶺に対して若瀬が前に入りました。ただ岡山もこれいい形を後半の立ち上がり作っています。前半はキーパーのところからショートパスをつないでいきましたがここはマテウス長いボールをゴールキックで蹴りました。雨がちょっとキックオフの直後は少し煙るほど強くなったんですがまた雨が上がってきました。視界がクリアになった味の素スタジアムです。藤田、うん、山下ワンタッチで預けます。いや、山本選手いいプレスバックですね。山本博樹が非常に攻守に幅広く動いてますね。いや、本当貢献度高いですね、さあそして赤嶺預けてムクアラ、失礼、白井が預けてムクアラです。もう一度ムクアラ、中に上田、
徳本が高い位置ですが、上条へ、上条、上条、赤峰落としてパウリーニョ、そして白井、インナーラップ向かうですが、白井のクロス、ヘリングシュート、パスだ、プッシュできるか、詰められませんでした。決定機でした岡山。赤峰のヘッドは右のポスト。いや、いいクロスからヘディング、まあ、難しいボールでしたけどね、少しこう下がりながらだったのでパワーを伝えるの難しかったですけど、よくまあ下叩いてですね、はい、まあ、ボールを走らせましたよね、うん。さあ今度はヴェルディ前線から花田のチェイシング。岡山は後半の立ち上がり、まあ、赤峰へのクロス2つほど決定的な形を早くも作っています。赤峰は今シーズンこれが19試合目、まあ、過去2シーズンはあまりゴール取れていませんけれども、2017年は2桁10ゴールもマークしている実績のあるストライカーです。さあここは入ってきた、うん、まあ、赤峰が今シーズンまだここまでゴールがないっていうのも戸川さんちょっと寂しくはありますね。そうですね、まあ、ちょっと、まあ、この試合でもそうですけど、はい、まあ、サイドに流れてプレーする回数っていうのもちょっと多いですから、うん、もう少しこう内側で、あのペナルティーエリア内ですからね、一番の強みは、はい、まあ、そういったシーンをチームとして作りたいですね。山下落として佐藤ダイレクト逆サイドへ、うん、クロスはちょっと流れて井出が追っていきます。タッチ内には残しました井出、うん、ただここは佐藤が行きますが、パウリーノ、パウリーノつなぎます。えっと藤田ダッシュ、井出、藤田、藤田がまた行きますが、ここは上田から赤峰、上条、ここは追い越していきます。左から徳本、最前線には山本です。預けて赤峰、赤峰こうしてちょっと降りたところでこうしてつなぎに参加するシーンが前半からは目立ちます。うん、さあもう一度上条、左サイドから、ここはヴェルディは基陣をしてブロックを作っています。パウリーノミドルシュート、岡山陣内で長いこと少しプレーに参加できなかった井上ですが起き上がりました。ヴェルディのサポーターから大きな拍手が送られていますが、右のストッキングを下げてちょっと気にしています。ここパウリーノに佐藤と井上で行ったところでちょっと足を痛めたようです。こういうところも奪い切れますよね、はい、スイッチして ショートカウンターに持っていけるところで岡山が奪い切れてますね、向かい白井と上田、もう一度白井チャンス、白井入れてきた、うーっと高橋ですか、いや、いい対応でしたしね、ライミングで今クロス対応しましたね。あとは白井選手が本当やっぱりこう、出した後止まらないので、はい、まあ、ヴェルディのディフェンス陣なかなか捕まえられないですね、こういう動きは本当岡山の攻撃を、まあ、活性化させますね、うん。白井と上田のいいパス交換から先ほどはチャンスが生まれました。ここはハイボールの競り合いで山本博樹がファールを取られています。上からのしかかる形になってしまいました。ファールを受けた平、30歳になりました平です。そして高橋、若さには上条が詰めに行きます。花戸にも後ろから田中がついていきました。取り返した岡山、ちょっと岡山の時間帯ですね。ここもファールがありました、まあ、岡山としてはいい奪い方できているので、うん、早く攻め切りたいんですけどね、はい、まあ、やっぱりヴェルディの基準も早いのでなかなか早い攻撃はさせてもらえてませんね、はい、切り替えてディフェンスに行きました。花戸のファールです。上条がこれボールに関わる回数が後半の立ち上がりがより多くなっています。
今節からはアウェーの岡山サポーターも来場することができています。決して数こそ多くないんですけれども、その岡山サポーターの拍手のもと、岡山先制のチャンス、ヴェルディ陣内からのリスタートです。3試合ぶりのスタメンの上田、上田の左足、ファーサイド浜田、ヘリングを折り返す、来た先制岡山。いや55分、最後は詰めた山本浩樹、狙い通りの形でしたね。まあまあ上田選手のまず第1本目のボールが素晴らしかったですし、はい、浜田選手の折り返しのまあポイントというか折り返した位置も素晴らしかったですよね。あとは山本選手のこの跳躍力とか、まあ、マテウス選手が来ているのに怖がらない、まあ、その勇気ですよね。いや高いですね。ですね。キーパーのマテウスのパンチングもおそらく視界には若干入ってくると思いますが、はい、ここは勇気のある飛び込み、山本博樹です。まあ、本当に山本選手今日もう攻守にわたって素晴らしかったですからね。そうですね。またちょっと雨が若干強くなってきました味の素スタジアムです。あの2連勝を飾ったその山口戦アウェーゲームだったんですけども、まあ、その時の逆転ゴール山本博樹、その試合以来の3試合ぶり、今シーズン4ゴール目となりました。ハードワークに加えて得点という形で結果も残しました山本です。さあゲームが動きました。後半の早い時間帯です。サイドチェンジのボール山下へ。山下、ヴェルディの方は小池も今準備をしています。ここで2枚目の交代カードです。井上志音に代わって小池が入ります。先ほどのパウリーノの元パウリーノとの接触でちょっと足を痛めるシーンもありました井上志音です。チームトップスコアの6ゴールの小池純喜が入りました。井上のプレーの印象も聞かせていただけますか。そうですね、まあ、今日はそこまでこう効果的なあのコンビネーションから進入するシーンというのは少なかったですよね。2枚目の交代カードを切りました。雨の中テクニカルエリアで戦況を見つめます永井監督です。小池が入って右サイド、山下が左サイドにコンバートしました。さあ裏へ。いや今合ってればビッグチャンスでしたね。山本の前に広大なスペースがありました。上条からのスルーパスはちょっと力加減が強くなりました、はい、ただ通ってれば本当にあっという間に追加点という決定機でしたね。そうですね、まあ、山本選手今のシーンだと、まあ、高橋翔平選手とヘディングで競り合った後ですよね、はい、止まんないんですよね、右の裏のスペース小池を走らせようというパスでしたけれども、ここは落ち着いた対応を見せました。徳本がヘディングで返してキーパーのポープウィリアム。前半の終わり側から、まあ、前からのプレッシャー強めてきた岡山でしたけれども、まあ、後半の立ち上がりからもその流れを継続して結果的には先制ゴールを取り切りました。なかなかヴェルディがこう、かわせてないですからね。ちょっとこのプレッシャーに苦しんでますか。はい、苦しんでます、はい、パウリーン、ムクワラダイレクト、上条と白井、ここも切り替えてすぐプレッシャーに行きます。ムクワラファールにはなりましたが、この辺りもハードですね。いやこれはいいですね、本当にあの方から手の切り替えも早いですし、はい、まあ、何より攻撃のところでこう選手同士の距離感がすごくいいので、うん、まあ、切り替えた後もこう人数かけてボールに対してプレッシャーかけられますよね、まあ、ここというところでは各選手がこの辺りのテンポアップ、まあ、ペースアップも意識をしたパス交換を見せています岡山です。藤田は出しどころを探して平井、井出と藤田、
ちょっとここもスローダウンさせられますもんね、はい。まあ、2トップの制限の仕方っていうのは非常にうまいですね、高橋からの右。若さです。佐藤雄平、後ろ向きでボールを受けてもう一度若さ、プレッシャーで押し返します岡山。井出が受けに来ました。横パス平井、そして左福村、左のスペース山下を走らせる山下。おっと、これはさすがに手を使った向原のファールです。まあ、今のところもうまいんですよね、山下選手一回顔出してから背後取りに行くので、まあ、福村選手も分かっているので、まあ、これカードが出てもおかしくないシーンでしたね。まあ、完全に手で止めてしまいました、はい。用意どんでいきますと山下は後ろから追いつくのは容易ではありません。で、福村の裏へのこのパスの、まあ、絶妙なタッチでもあったので、はい、つながれば非常に楽しみなチャンスではありましたが、さあここは今度はベルディのセットプレーです。追いかける形になりました。後半のベルディ、フルス対戦ポープウニアゾーンで見ています岡山です。佐藤の右足、スローインに変わります。そうですね、深い位置からのスローインに変わりますベルディです。花戸が受けます。福村ダイレクト、若さが待っていましたがつながりません、白井からのパス、今度は赤峰、これも収まりませんでした。出てきたマテウス、福村触ったんですね。ベルディボールのスローに変わります。岡山のこのプレッシャーかいくぐるには、まあ、ベルディ今いた花戸が受けました。ここ井出前を向いて藤田スイッチチャンス、シュートだー、決定機でした。ベルディ最後は絡んだ山下。いや、藤田井出から一気にスピードアップ、素晴らしい中央突破でしたね。まあ、藤田選手がこう絡んで出した後なんですけどね、まあ、しっかり前線に入っていってここスイッチしてね、一気にスピード上がったんですけどね、まあ、向原選手ですね、最後ちょっとだけこう山下選手のシュートを当ててコース変えてるんじゃないですかね。そうですね、コーナーキックに変わります。福村の左足ゴール正面、セカンドボールシュートだ。最後は井出の右足、おお、まだあります。平残して、ここは浜田の対応、平が一旦戻してダイレクトのクロス。佐藤の右足ちょっと力んだでしょうか。ここで岡山2枚替えです。ベルディの方が先に2枚交代カードを切っているんですが、上田と赤峰を下げますか。関根と斉藤がスタンドで、関戸と斉藤がスタンバイしています。3試合ぶりのスタメンの上田、それから前線ベテランの赤峰、両者の印象を聞かせていただけますか。まあ、まず上田選手は本当にこう素晴らしかったですよね、前半のいい奪い方もそうですし、はい、まあ、セカンドボールの反応、まあ、フリーキックもそうですしね、聞いてましたね、はい、本当に聞いてましたね、まあ、赤峰選手もこう守備のところでしっかりとコースを制限したり、まあ、献身的にプレーしてましたよね、はい。あとは後半のポストを叩いたヘディングが決まっていればよかったですね。そうですね、まだ今シーズン19試合目ですが、得点初ゴールはなりませんでした赤峰です。さあ取り返して山本、中を伺いながらクロスして斉藤が右サイドファーストタッチ、もう一度リターンを受けて山本のミドルシュート、シュートまで持っていきました山本博樹。いや、今日山本選手本当に調子いいですね。
白井がボランチのポジションにコンバートしました。関戸が右サイド、そして斉藤と山本の2トップに変わっています岡山です。関戸は関戸でまた攻撃への絡み方っていうのは味がありますもんね。そうですね、非常にバランスの取れた選手ですからね、はい、この辺のいつ行くのかっていうところも、うん、非常に理解度が高いですから、はい。まあ、この試合もベテランの向原が右のサイドバックに入っていますが、まあ、攻撃力も魅力の松木というタレントもベンチには控えている岡山です。まあ、松木選手も前々節ですか、うん、愛媛戦のパフォーマンス見るとどんどん見たい選手ではありますけどね。高橋が散らします。小池純喜、佐藤のスローイン、若狭が受けます。フィールドプレーヤー全員が岡山陣内。ここで引っ掛けて岡山、上条ダイレクト、斉藤です。そして山本、ちょっとこれは痛い接触になりました。まあ、高橋と斉藤です。少し山本選手ずれたところで、まあ、足の裏見せてましたね。まあ、この出し方は、まあ、イエロー出てもおかしくないですね。はい、ちょっとねロスト仕掛けたところで、はい、もう一度山本は取り返しに行ったんですが、ここはスパイクの裏が入ってしまいました。両チーム通じて最初のイエローカードが今日先制ゴールの山本博樹に出ています。今シーズン2枚目です、相変わらず岡山のプレスにちょっと苦しんでいるヴェルディです。この斉藤選手も非常にいいプレッシャーかけてますね。はい、ダイレクト花と裏へ山下、向原がしっかり対応しました。いいカバーでしたね、はい、向原選手ね。ここで後半の飲水タイムに入ります。まあ、すっかり秋めいて、まあ、気温は下がってきていますけれども、コロナウイルス感染予防などの一環で、前後半に一度ずつの飲水タイムが取られております。後半の飲水タイムまで、岡山の先制ゴールのシーンですが、浜田の折り返し詰めた山本、狙い通りの形でしたね。本当に浜田選手の折り返しもいいところ出しましたし、まあ、山本選手のポジショニングっていうのも非常に良かったですしね、はい、この跳躍力ですね、まあ、本当に今日絶好調ですね。そうですね、55分のこの山本の今シーズン4ゴール目で、岡山が1点をリードしています。改めて後半半分ぐらいまでのこの両チームのプレーぶりっていうのはどんな印象でしょうか。そうですね、まあ、前半に引き続きといいますか、岡山の高い力のプレッシャーに対してヴェルディは少しこう困っているというか、はい、なかなかいい形で打開できませんよね。はい、ここまでのポゼッションですけれども、まあ、前半終了時より若干さらにヴェルディより 55% になりましたが、これシュート数が結構物語ってますかね。5本対9本、ね。まあ、前半からしても後半の換算で、まあ、ヴェルディまだ2本ぐらいしか打ててない計算になりますから、ね。はい、まあ、チャンスらしいチャンスもそこまでこう作れてないですね。対する岡山は後半だけで5本のフィニッシュです。で、井出に代わって山本リヒトを投入します。井出のプレーはどうだったでしょうか。そうですね、まあ、なかなかこうやりたいプレーというか、うん、まあ、細かいところで受けてターンしてフィニッシュだったり、はい、アシストのところ、まあ、そういったプレーは出なかったですかね。はい、それから佐藤雄平に代わって森田も投入です。ここでヴェルディは2枚替えです。育成出身の2人を一気に投入しました永井監督です。まあ、それだけこ う, うまくいってない感覚があるんでしょうね。はい、最前線には依然として花戸です。
で藤田の横に山本理人、ちょっとツーセンターのような形にもしています。中盤です。森田が拾いに行きます。ファーストタッチ藤田、右には小池です。小池を経由して若狭、花友スペースへ、小池が中を走ります。預けて山本理人、森田、左には福村が高い位置、森田も山本も大変期待されているヴェルディ自慢の育成出身のプレーヤーです。ちょっとこのヴェルディの育成出身の、まあ、選手たちのこのパス出しに花戸がどう絡んでいくか、まあ、このあたりも同点に向けては楽しみなヴェルディです。あとは小池選手の背後のスピードですよね、ここももっと活用したいですね。ちょっと藤田のアンカー気味というよりは山本理人の中盤2センター気味にしましたでしょうか。そうですね。で小池右、左に山下、最前線に花と、その下に森田というような形にしましたヴェルディです。さあ上条、上条と平、強い、取り返します山本理人。切り替えてる岡山のディフェンス、ノーファール。上条、ここも山本がちょっと絡みました。ヴェルディ流れたボール、平です。必ずこの前線からのディフェンスの強度が岡山落ちないですね。本当今のところも山本選手の攻から守の切り替え、激しさっていうところは本当に素晴らしいですね。山本博樹、斉藤の2トップのこのプレッシャーが続く限りはちょっとヴェルディ苦労するかもしれないですね、はい、ここも来ますもんね、ここで結局取り返します。パウリーニョ、斉藤ワンタッチでもう一度パウリーニョ。この相手のディフェンスの強度の中で、入りました森田、山本理人、ここも首振りながらですがちょっと戸惑うかもしれないですね。そうですね、山本理人ワンタッチでいなしながら預けて若狭、右には小池です。小池、若狭の追い越しを期待したでしょうか。ちょっとここ合いませんでした。ヴェルディはこのプレッシャーかいくぐるには改めて戸川さん何が必要でしょうか。前向いた選手が1人かわしていくことと、ワンツーのところとか、藤田選手が少し狙われてますから、藤田選手に入るときに少しこう近いところでサポートしてあげたり、ちょっとこう藤田選手今日狙われてますね。さあその藤田が行きます。森田、うまいですね。足元の技術が高い森田です。山下落として藤田、縦パス、この辺りの上条のプレッシャーのスピードも落ちません。平、斉藤がスライディングで取り返しに行って結局は岡山取り返します。上条、後ろから山本リストのプレッシャー失わずに預けて斉藤、中には山本へ、決定機でした岡山。いい入り方でしたね山本。いや今のは決定機でしたね。今日2ゴール目ならず山本博樹、ヴェルディとしては助かりました。岡山の方は本当にヴェルディのボール保持者に対して絶えずプレッシャーかけますからね、後ろの選手が少しこう狙いやすい状況というのを常に作ってますね。そうですね。花とも一旦降りてきて、高橋から小池純喜、タッチを割っています。そして岡山がここでまた交代カード、中央大学からのルーキー野口を投入します。山本選手変えますか。前線からハードワークを続けて先制ゴールもマークした山本博樹がバックスタンド側からピッチを後にします。山本博樹のプレーにも一言改めていただけますか。いやもう本当にゴールだけではなくて攻守においてハードワークして、ヴェルディからしたら今日一番嫌な相手だったんじゃないですかね。はい、
あとはこの人も先ほど追加点取れてれば100点満点でしたね。本当にそうですね。さあ有馬監督も次々と手を打っていきます。ファジアーノ岡山です。3枚目の交代カード、斉藤、関戸に続いて野口を投入しました。まあ、野口選手が左のサイドハーフに入って上条選手がまあトップ、斉藤選手をツートップの形になりましたね。そうですね。右サイドは先ほど入った関戸です。森田についていきます。若さ右で幅を取ってフリーで待っている小池純喜、山本理人もサポートに入ります。若さ山本、合わない岡山。さあ今度は左から斉藤、動き出している野口ですが、その後ろから徳本のサポートです。白井、徳本、浮いたボール、もう一度斉藤、胸コントロール、いいプレーですね。預けて関戸、ね、今度は向原が右から上がっていきます。最前線には斉藤1枚、関戸も中に入っています。パウリーノダイレクトで中、ボランチにコンバートした白井、左高い位置徳本、スペースに動き出していますが野口は使われませんでした。ここに浜田、そして田中です。今日は安定感のある対応をしている2センターバック、引き出して野口、ファーストタッチ、野口のクロス、切り返す、シュートだ。上条のフィニッシュ、最後はブロックに入りました。失いません斉藤です。白井、岡山の時間帯が続きます。後半も30分を回っています。なかなかベルディがボールにプレッシャーかけられなくなってきましたね。そうですね。向穴から関戸、ちょっとコントロール流れましたがもう一度拾います。右に流れた斉藤、後ろから山下のディフェンス、向原浮かせて関戸、スローイン岡山ボール。ベルディが思うような形でボールを奪い返せなくなってきました。上条へ、向原のクロス、コーナーを取りました。まあ、素晴らしい判断でしたね。はい、ここまで全体的に岡山の時間帯が続くっていうのはちょっと戸川さん、想像できなかったですね。そうですね、本当に今日素晴らしい戦いを岡山見せてますね。はい、さあ上田が下がりましたので今度はコーナーキック、右サイドから白井が蹴ります。アウトスイングのボール、白井英二、水戸からの新戦力のプレイヤーです。ニアサイド、パウリーノ、もう一度白井へ、オンサイド、パウリーノへダイレクトのクロス、ファーサイドへ、いいボールですね。はい、大外で浜田が待っていましたので山本理人はここはゴールラインに逃れました。今度は左サイドからのコーナーキックに変わります。一番苦しい時間帯、ちょっとここは間を取ります岡山。点差はわずかに1点です。左サイドからも白井が蹴ります。まあ、しっかり対策ができたという、まあ、言葉通りの有馬監督の言葉通りのプレーをここまで表現している岡山です。エリアの中でのポジション争い、高山主審がちょっと注意を与えます。山本西と田中あたりだったでしょうか。白井の右足巻いてくるボール、マテウスパンチング、パウリーノのボレーシュート、ちょっとやっぱりこれも可能性感じますもんね。いや怖い選手ですよね。マテウス選手もよく出てクリアしましたけど、まあ、これパウリーニョ選手非常に難しいボールでしたけどね、よくゴール近くまで持ってきましたね。はい、栃木や川崎、ジェフ、湘南、それから松本と二
日本でのキャリアも豊富なパウリーノです。今シーズンこの人も加わった新戦力です。さあベルディ、ある程度正確にワンタッチツータッチでこれプレッシャーいなしていかないとベルディは打開できないでしょうか。そうですね、今のようなところでパウリーノ選手球際非常に強いですからね、高橋からのフィード、山下の前、セカンド拾って森田、山本リフトも高い位置です。森田溜めて藤田へ、また藤田をワンアンカーのような形にしています。ベルディ左から福村、藤田、森田が受けに来ます。右では小池も待っていますが、藤田中絞って若さ、平、ちょっと苦労してますね。いや、非常に硬いブロックを岡山引いてますしね、はい、この使い分けっていうのが、まあ、高い位置でプレッシャーをかけに行くときとしっかりとあの 4-4-2 のブロックを組む、この使い分けっていうのがうまくできてますね。藤田です。平からワンタッチで福村のクロス、セカンドボール、藤田、森田が後ろ向きで受けます。森田、藤田、右小池がいる、もう一度預けて森田、若さ、もう一度藤田です。山本リスト、山本倒れて笛が鳴りました。ゴール正面からのセットプレー、これはベルディチャンスです。ああ、クイックリスタートは高山主審が止めました。いや、今のは山本選手が非常にいいところで受けて、まあ、シュートフェイントを入れながらかわしていきましたね、かかってますね、はい、いや、ベルディはここ大事にしたいですね。18歳の山本は、まあ、昨シーズンも22試合の出場機会をすでにもらっています。 U19 の日本代表です。ゴールまでの距離は 20m、 ほぼ正面、少しだけ右寄り、1点を追いかけるベルディ、絶好のチャンスです。フルス対戦のポープウィリアム、両チームのキーパー、セーブ率は2位のマテウス、そして3位のこのポープウィリアム。山本リヒトと山下が少ししゃがんで、まあ、この辺りはキーパーの視界も邪魔をしながら、まあ、ルール改正で相手の壁には入れないようになっています。 1m の距離を置いて、まあ、こうして視界を遮る2人、さあ誰で行くか、福村か森田か、あるいは平もボールサイドに立っています。平はボールサイドから離れました。福村左足、壁に当たってセカンドボール、森田、壁を越せませんでした。藤田、小池の前で田中です、失礼、先ほど入った野口です。さあ野口から斉藤、さあカウンター、上条も追い越す、もう一度斉藤チャンス、ここは平セーフティーにクリアします。いや、今野口選手が非常にいいタイミングでね、上がってきて、はい、ましたから使ってもよかったですけどね、ベルディ、クレビーニョ、それから岡山松木がスタンバイをしています。パウリーニョに代わって松木投入です。パウリーニョは今日どうでしたか。いや、やっぱり球際のところで、まあ、強いですから ね本当に効いてましたね、あとはサイドチェンジのところも素晴らしかったです。あと前半の決定機とつつ阻んだのも大きかったですね、はい、さあそして、左サイドバック福村に代わってクレビーニョが入ります。3バックに変えたでしょうかね。そうですね、若さ、それから高橋、平の3バック、右ワイドに今入ったクレビーノ、左ワイドに小池をコンバートしましたベルディです、そのクレビーノが受けます。
3バックの右に変わった若さ、そして高橋、さらには平、後ろ3枚、小池、ベルディシステム変更して追い上げを図りますが、なんとも1点が遠い後半です。平から幅を取って待っている小池、スピードに乗らせてもらえません。藤田後ろから斉藤のチェック、藤田もう一度預けて森田です。手元の時計ではまもなく前半、後半残り5分になります。途中投入クレビーニョ、小池に対しては、ここもプレッシャーに行きます。クレビーニョタッチは割っていません。斉藤から先ほど入った松木です。ファール取られますね。松木選手いい入り方したんじゃないですかね。はい、この松木のアタック能力っていうのも非常に楽しみですね。支援行為ですか。そうですね、向原にカードが出ました。浜田からのフィード、斉藤へ、斉藤収めます。ノーファールです。ちょっと球際激しくなっていますが、森田打開して、ただここも取り返す岡山、ノーファール。白井、プレッシャーの少ない左サイドに展開、徳本、田中からダイレクト、これは野口戻りオフサイド。4バックは維持しながらも、途中投入で入った松木が右サイド、小池も少し先ほどは注意深く見ていました岡山です。ベルディのこういったシステム変更も有馬監督、岡山おそらくいろいろと想定してきたでしょうね。さあクレビーニョワンタッチかわすチャンス、クレビーニョ入れてきた、斉藤クリア。いやー、今みたいなところですよね、斉藤選手の反応早かったですしね。そうですね、ここでマイボールにできるかどうかっていうのは、岡山からしたら大きいですね。右ワイドのクレビーニョもスピードがあります。ブラジルの名門フラメンゴ出身、年代別のブラジル代表歴もあります。3バックの真ん中に変わった高橋と、そして若さ、クレビーニョ、野口、斉藤と粘り強いディフェンス、藤田とのワンツー、岡山粘り強く取り返します。アドバンテージも見ています。斉藤が運んでここは時間を作ります。サポートはありません。斉藤独力で運んでミドルシュート、上城のミドルシュートは枠を捉えていました。フィニッシュで終わってますからね、4-4-2 の布陣は崩さず岡山です。関戸が中に、白井とダブルボランチ、右に先ほど入った松木です、徳本との競り合い、山本理人、サイズもあります山本理人です。
ここ4戦負けなしのベルディですが、今日は1点が遠い展開。クルビ、小池です。花とは横に流して山本、ワンタッチ、チャンス。あ、オフサイドの旗が上がっていました。今のは面白い潜り込み方小池選手したんですけどね、ちょっと出てましたかね。バハタイた後に視野が変わってる中で捕まこの角度からだと何ともというギリギリでしたね。山本リヒトからのワンタッチパス狙って入った小池です。アディショナルタイムに入りました。後半4分の追加タイムです。後半の途中までの前からのプレッシャーは少し出なくなった岡山ではありますけれども、まあ、ここも途中投入の松木のところから少しプレッシャーをかけました。うまく藤田選手のところは必ず消してますからね。なかなかテンポアップスピードアップができないですね。花戸、はい、からワンタッチ、クレビーニョ、クロスに対してもしっかり人数をかけて対応しています。山本リヒトを受けてクレビーニョ、山本、結局はオフサイド。ちょっとなかなか芳しい流れが見出せないベルディです。が受けます。アレバス、花戸には収まらず見ていた浜田、野口のキックは上空でサイドラインを割っていました。後ろからスローインしたんですね、はい、さあ今度は平から左、小池です。小池、森田、サイドチェンジ、クレビーニョのクロス、ニアサイド、徳本、ここは大きくクリア。ちょっと焦りもありますか。そうですね、最後のところの質っていうのはちょっと落ちてますよね。平選手前に上がってますからね、はい、まあ、外側から、まあ、ロングボール入れたいんですけど、まあ、止まんないですね。取り返しました野口、チャンス。さあ野口かわして左足のフィニッシュ。いや、いいんじゃないですかね。そしてコーナーキックに変わります。藤田選手ちょっと釣りましたかね。ベルディはすべてここまで5枚の交代カードを使い切っています。高山主審は、まあ、このリスタート早くというふうに促しています。3分半をすでに追加タイム経過しています。ちょっと近いというところでやり直しを命じました。ここは時計の針を進めに行く岡山、取り返しに行ったクレビーニョがファールを取られました。ちょっとフラストレーションも溜まっています。後ろからチェックを受けました徳本、顔に入ったんですかね。目安の4分台に入っています。追加タイムです。
むしろ数の少ない岡山サポーターからの手拍子がこだまします。そしてここで長い笛、タイムハップのホイッスル。岡山3試合ぶりの勝ち点3、勝ち点も31に伸ばし、新たな5連戦のスタートを白星で飾りました。一方敗れたヴェルディは5試合ぶりの黒星、ホームでの3戦ぶりの敗戦を喫しました。負けなしもこれでリーグ戦4でストップしたヴェルディです。後半は岡山のプレッシャーに手を焼いて、なかなか1点が遠かったヴェルディ。奪った得点こそセットプレーからの1点でしたが、後半は内容で相手を凌駕したアウェーのファジアーノ岡山です。3試合ぶりの白星を手にしました。解説戸川健太さんです。戸川さん、ゲームが終わってどんなまずご感想でしょうか。いや、本当に岡山が全員でハードワークして、まあ、守備のところ狙いを持った、まあ、ゲーム展開でしたかね。はい、ものの見事にこうして準備してきたことをしっかり表現できたゲームだったでしょうかね。そうですね、まあ、全員がこうコンディション的にも非常にこう良さそうでしたしね、まあ、最後まで足が止まらず、はい、まあ、ボールに対してしっかりプレッシャーをかけ続けましたね。そうですね、まあ、間の日程で言いますと中1日岡山のが短くはあるんですけれども、まあ、それでもほぼ中1週間取れてのこの一戦ということで、コンディション面、それからゲームに向けての準備という部分でも有馬監督の岡山が上回りました。さあ、それでは岡山ヒーローインタビューが聞けそうです。岡山、山本選手にお話を伺います。3試合ぶりの勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日は攻守にわたってハードワークをされて絶対に勝つぞという気持ちを感じたんですが、どのようなことを意識してプレーされてたんでしょうか。そうですね、やっぱり、気持ちで負けないように絶対勝つという気持ちで頑張りました。そんな中、決勝点はセットプレーからでした。振り返っていただけますか。そうですね、まあ、水木君がいい折り返しをしてくれたので、まあ、自分は、まあ、キーパーより先に触って、まあ、決めることができました。キーパーも見えてたと思うんですけども、勇気を持って飛びましたね。そうですね、まあ、先に触れば入ると思ったので、まあ、先に触れてよかったです。その後ももう一本おいしいチャンスありました。そうですね、やっぱりそういうところで、まあ、決めれれば、まあ、多分もっと楽な展開になったと思うので、しっかり、まあ、チャンスを次は決めたいです。ただ今回からアウェーサポーターの皆さんもスタジアムに来られるようになりまして、ゴール裏のサポーターの皆さん喜んでましたよ。そうですね、やっぱり、まあ、アウェーでもサポーターがいるだけでもやっぱり自分たちの力になるので、本当に、感謝してます。次はホームで2連戦となります。徳島との対戦となりますが、抱負を聞かせてください。そうですね、やっぱり徳島上位なんで、しっかりその上位に勝ち切ることを、目標に頑張っていきたいです。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。見事に勝ちました岡山、決勝ゴールの山本博樹選手のインタビューでした。まあ、決して数こそ多くはないんですけれども、まあ、今節からアウェーサポーターにも解放されました。足を運んだ岡山サポーターの、まあ、こだまする手拍子っていうのは、まあ、戸川さん、少なからず力になったでしょうね。いや、本当ですね、まあ、岡山の選手のハードワークを支えたでしょうね。まあ、その後押しもあって、後半とりわけ落ちなかったですもんね。いや、本当に最後までヴェルディのボール保持者に対してしっかりプレッシャーをかけに行く、まあ、そこから連動して粘り強く、まあ、体を張って守るとか、まあ、単純に奪った後出ていくスプリントとか、まあ、こういう泥臭いところが、まあ、全員しっかりできてましたからね。そうでしたね。今は、アウェーのサポーターに挨拶を行っている岡山のメンバーです。それでは見事勝ちました岡山の有馬健二監督のインタビューです。1対0での勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の勝因はどこにあったと思われますか。いや、もう今日まずミーティングでね、彼らに今日アウェーだけど、まあ、ホームの、サポーターがね来てくれて応援してくれると、まあ、そういった中で、ね、まあ、まずは本当にゴールに向かってくれた、ハードワークをしてくれた選手の、ね、頑張りだと思います。試合前にも監督そうおっしゃってましたけれども、本当にその姿勢が90分にわたって見られましたね。そうですね、まずは自分たちの良さを出しながらも、ヴェルディさんの、ね、
嫌がること、良さを消していこうと、まあ、そういう意味では本当に両方を、ね、トライしてくれたと思います。その中でセットプレーで先制しました山本選手、今日は攻守にわたってハードワークされてたと思うんですが、評価聞かせてください。いやもうらしさをね、彼のらしさを出してくれたし、当然彼に出したボールも含めてね、まあ、全員があのコーナーを取ったし、そういう意味ではまずもちろん彼は自身もね、本当にらしさを出してくれたと思います。そしてうまくプレスもかかって失点で抑えました。そのあたりいかがでしょう。いやもう本当フォワードのねチェイシングから中盤のブロックでディフェンスの最後のラインのところも我慢しながら、そして後ろにいるねポップ含めて、まあ、全員がね本当にハードワークして、まあ、一つのね、チームとしてね、動いた結果だと思います。次はホームで徳島との対戦です。次に向けて一言お願いします。いやもう僕なんかはもう目の前の試合試合を本当にね全力で向かっていくことしか考えてないので、まあ、ホームでやれることをね、さらにパワーをいただいてサポーターの方々に、また続けて練習できるように頑張りたいと思います。選手と一緒に、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、1対0という最少得点差での勝利ではありましたが、まあ、狙っていたことが表現できた ところっていうのが戸川さん何か表情にも見て取れましたね。本当にあの嬉しそうな表情が全てを物語ってるなって、ね、まあ、それだけ あの内容でしたしね、はい、結果も伴いましたから、まあ、素晴らしい戦いでしたね。まあ、関東近郊住まいの方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらく GoTo トラベルを生かして、岡山からこうして足を運んでくださったサポーターも大勢いらっしゃると思いますので、最高の、うん、このプレゼントになったのではないかという、アウェーでのリーグ戦3戦ぶりの白星となりました。まあ、ここ2試合連続シャットアウトゲーム、ここ5戦でも3失点とディフェンス岡山いいですね。そうですね、本当にあの前線の、まあ、山本選手、赤嶺選手、はい、まあ、途中から斉藤選手入ったり、まあ、前線の選手がまずしっかりスイッチ入れられたことっていうのがまず大きかったですし、うん、まあ、あとはまあ白井選手中心とした前線からのしっかりとした守備、うん、あとはまあこうあの主からこうに入れ替わった後もしっかり背後に走っていく選手っていうのが、まあ、今日非常に多かったので、はい、まあ、そのあたりで、まあ、受けるスペースっていうのをお互い作り合った、まあ、そういった印象ですかね。はい、ホームでは2連勝中でリーグ戦も4戦負けなしが続いていたヴェルディだったんですが、この新たな5連戦のスタートは黒星発進という形になってしまいました。何がうまくいかなかったでしょうか。そうですね、まあ、今日は本当にボール保持者に対してしっかりプレッシャーをかけられた時の打開策というか、うん、まあ、藤田選手も今日相当こう警戒されてあの潰されてましたからね、はい、まあ、こうなった時の、まあ、配置というか、うん、あのポジショニングだったりも含めて、まあ、修正あの改善というのが必要なのかなというふうに思います。はい、時折少ないタッチで中央を突破したり、あるいは山下のスピードを生かしたり、まあ、前半はとりわけ前線の流動的な動きで相手を崩したりというシーンも見せましたが、後半は岡山の精力的なプレッシャーに苦しみました。まあ、交代カードも切りながら打開を図った永井監督だったんですけれども、まあ、結局後半の45分間を通じてなかなかうまくいきませんでしたね。そうですね、まあ、後半決定的なチャンスっていうのもほぼ思い出せないような状況ですしね、まあ、フィニッシュの数も少なかったですからね。そうですね、まあ、交代カードも5枚使い切ってシステム変更も施して1点を追いかけていったヴェルディだったんですけれども、結局ゴールが遠かったこのホームゲームとなりました。ホームでの連勝も北九州戦大宮戦の2連勝でストップした形になります。まあ、この後は中2日でアウェーの愛媛戦に臨むという形になります。また仕切り直しです。まあ、ただまだまだ前半の内容なんかを見ましても下を向くことはないですもんね。そうですね、まあ、今は本当に積み上げを行っている状況、はい、段階ですから、まあ、まだまだこれからだと思います。はい、残念ながら敗れてしまいました。その東京ヴェルディの永井秀樹監督のインタビューです。まずは90分振り返っていただけますか。まあ、あの非常に悔しい試合です。はい、内容について振り返っていただけますか。もう少し我々がね、やりたかった攻撃の形崩し、今プランをね、まあ、もっとやれたんじゃないかなっていう、まあ、ところがあるだけに、非常に悔しい試合です。前半なんですが、チャンスを作っていたもののシュートの本数が少ないような印象だったんですけれども、そのあたりはどうご覧になってましたでしょうか。まあ、そうですね、まあ、シュート数もそうですし、まあ、そこに行くまでの
まあ、崩しのところですね、のイメージがねもう少し、まあ、選手たちがね、まあ、あるだけに非常にもったいない、悔しい試合です。後半に向けて花戸選手を投入されましたがどのような狙いがあったんですか。いやもうさらにね、前のフリーマンのところを活性化して、また違ったバリエーションのね攻撃のプランを考えた中での投入です。その後もなかなかペースを握ることができませんでしたけれどもそのあたりの原因はどこにあると思われますか。まあそうですね、まあ、ペースは握れてたと思うんですけども、まあ、最後のやはり、我々のスクエアゾーンそしてまあその先のところの共有をねもう少し、高めていきたいなっていう、はい、次の試合は中2日となります。どのようなケアをされていきたいでしょうか。いやもうね、まあ、疲労をしっかりとって、また次に向けてね、みんなでいい準備をしていきたいなと思います。まあ、選手は本当にね、頑張ってくれてるんで、はい、まあ、頭切り替えて、気持ち切り替えて、またいい準備をと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。東京ヴェルディ永井監督のインタビューでした。まあ、冒頭から非常に悔しいという、まあ、言葉を何度も口にした永井監督です。まあ、自分たちの持っている力はこんなもんじゃないという思いが、まあ、透けて見えましたね。そうですね、まあ、本当にそのあたりが、まあ、岡山が徹底してこう消しに来たというところもありますからね、はい、ただそのさらに上を行く自信があるのにこの試合に関してはそれができなかったと、うん、いうような思いが何かちょっと伝わってきましたかね。まあ、もちろん仕切り直しという形になります。ここからまた5連戦過密日程が続きます。それでは J2 第25節東京ヴェルディ対ファジアーノ岡山の一戦ハイライトで振り返ります。9月9日以来およそ1ヶ月ぶりの再戦となりました。前回はアウェーでヴェルディが 1-0 で勝っています。23分のまずは岡山のシーンです。ここ上田のボールダッシュから決定機、上城が運んで上田とのパス交換から最後はボレーシュート。まあ、この上田選手のボールダッシュがまず素晴らしかったですしね、はい、まあ、上城選手ここのタイミングで出しましたけど、まあ、少しボールも流れましたし、まあ、シュートまでの形の難易度っていうのを上げてしまいましたね、はい、もう一つ運べたんじゃなかろうかと、ね、いったところでしたかね。前半のアディショナルタイムベルディです。福村の左足、高橋のヘッド、決定機でした。わずかにオフサイドの判定でした。まあ、非常に精度の高いクロス福村選手が上げましたしね、はい、まあ、高橋選手も惜しかったですね。ギリギリオフサイドというところでした。まあ、最後ポープ選手もよく反応しましたね。前半は0対0で折り返します。後半の頭から大久保に代わって花戸を投入したヴェルディでした。50分の岡山です。白井のクロスから赤嶺のヘッドは右のポストを叩きます。まあ、右サイドからのクロスからチャンスっていう形が多かったですよね、これは非常に難しいシュートでしたけどよく、まあ、ポストまで当てましたね。そして55分ゲームが動きます。セットプレーから上田の左足、浜田が折り返して最後は山本博樹、岡山が先制します。まあ、上田選手のまずはフリーキックの精度と、まあ、浜田選手がまあ本当に素晴らしいところにボールを落としましたよね。まあ、最後は山本選手がまあ勇気を持ってまあ跳躍力のあるヘディングを決めましたね、はい、山本の3試合ぶり今シーズン4点目で先制した岡山です。非常に前半からハードワークが光っていた山本博樹でした。63分のヴェルディです。細かいパス交換から井出と藤田、そして最後は山下。まあ、唯一と言っていいほど、まあ、綺麗に中央を突破していきましたよね。まあ、藤田選手がしっかり入っていって、まあ、山下選手がいいポジションを取ってたんですけど、まあ、ここの向原選手の絞りですね。
まあ、この後の岡山のハードワーク落ちず、そしてヴェルディはなかなか打開できず1点を奪えませんでした。0対1で、岡山が3試合ぶりの勝利を収めています。最終的なスタッツはご覧の通りです。シュートは岡山が倍以上放ったんですね。そうですね、まあ、いい後半いい奪い方から、まあ、山本選手が右に外してしまったシーンもありましたし、はい、まあ、決定機というのも作りましたね。まあ、ボールの支配率、パスの本数ではヴェルディが大幅に上回りましたけれども、シュートの本数では倍以上になった岡山です。プレーエリアは今度はヴェルディの陣内に少し比率が移りました。まあ、持たされたという部分も多かったでしょうか。そうですね、もう持たされましたし、高い位置からもプレッシャーかけられてはめられましたしね、なかなか前進できなかったですね。まあ、中そして左右とバランスの良いヴェルディではありましたけれども、まあ、後半はちょっとなかなかスペース、それから突破の糸口が見出させてもらえない、その岡山のプレッシャーの激しさでした。前半右サイドが多かった岡山はより右サイドが比重が高くなって 50% となっています。アタッキングサイドです。シュート数でも先制、そして決勝ゴールの山本博樹が3本、それから上城と、この2人が3本ずつでトップです。一方でボールは握ったヴェルディはパスの本数、最終ラインの高橋やアンカーの藤田とこういったあたりが増えましたけれども、なかなか思ったようには崩せなかったですかね。そうですね、まあ、効果的な関わり方パスっていうのは少なかった印象ですね。さあ、そしてまたヒートマップで、両チームの注目プレイヤーを比較してみたいと思います。ヴェルディの山下、そして岡山の上城です。共にフル出場した両選手ですけれども、最終的にはこういった形になりましたね。はい、まあ、山下選手は前半こそね、いい形で攻撃参加したり、はい、まあ、ラストパスを送ろうとしたり、まあ、チャンス関わってたんですけど、まあ、後半は本当に消されましたね。まあ、それだけしっかりと、まあ、岡山がヴェルディ対策 してきた結果ですからね。まあ、上城選手は、まあ、ボールにはしっかり関わりましたし、はい、チャンスにも関わりましたけど、まあ、あとは本当にこう読まれている感じはあるので、やっぱり右足っていうのを相当ケアされているというか、警戒されてますから、はい、まあ、そこをおとりに使って左足でもっとこうオプションを増やせると、さらに引き出しっていうのは増えそうですね。はい、まあ、どうしても活躍すると相手も対策はしてきますからね。そうですね、まあ、そのあたり、まあ、山下選手などもこの今節では、まあ、苦しんだ一戦ということも言えるかもしれません。さあ、今節の J2 リーグの結果です。ご覧の通りとなっております。まあ、長崎山口は壮絶な打ち合いとなりました。まあ、徳島は2対0でしっかりとこの四国ダービーを制しております。福岡もアウェーで2対0ときっちり結果を出して、水戸がアウェーでジェフ相手に大勝を収めた節でもありました。そして中2日ですぐにやってきます次節の前に、今節が終わっての順位表を確認しておきます。ヴェルディは勝ち点35のままです。徳島、それから福岡、上位2チームがしっかりと勝ち点を今節も積み上げています。岡山は勝ち点30台に乗せました。31、黒星がまだ2つ先行していますけれども、まあ、ここをまず五分に戻したいですね。はい、そして次節の対戦カード、ミッドウィークにすぐまた中2日でゲームがやってまいります。敗れたヴェルディはアウェーでの愛媛戦となります。そして岡山はホームに戻って首位の徳島を迎えるという、これまた進化が試される一戦になりますね。そうですね、まあ、特に岡山は今日見せたような戦いっていうのは次もぶつけるべきですね。はい、ここ2戦失点はないですからね。はい、まあ、どこまで首位の徳島を苦しめるか、ホームでしっかりとまたできるだけ多くの勝ち点を首位の徳島相手に取りたい岡山です。お届けしてまいりました2020明治安田生命 J2 リーグ第25節、新たな5連戦がスタートしました。
ベルディが5試合ぶりの黒星、岡山の方は3試合ぶりの勝利を飾った一戦お届けいたしました。解説は戸川健太さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この一戦は味の素スタジアムよりお届けいたしました。